You would choose me. メニュー画面を開いてアクション一覧を確認してみて。確認してみてね。こんなところにまで魔物が。倒して進むしかないようだな。そうだ、おすすめの攻撃があるよ。まずはこれをやってみて。炸裂火炎山、試してみてよ。左下にあるのが MP ゲージだよ。早速特技を使ってみよう。覚えた。
魔物も一通りやっつけたみたい。さあ先を急ぐわよ。通路を塞いでいる邪魔なものはジャンプで飛び越えられるよ。魔術師だ。離れたところから魔法で攻撃してくるよ。気をつけて。煉獄斬り。魔法が飛んできたら落ち着いて見かわしをすれば避けられるよ。灼熱火炎山。正面からの攻撃には防御だ。うまくできればダメージを防げるよ。ここの魔物も片付いたな。急ごう。玉座の間はもうすぐだ。消え進む前にここにいる魔物を全てやっつけておかないとな。よし、ここにいる魔物は全て片付いたようだな。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。波状攻撃を仕掛けてきたか。よし、俺の作戦通りに。もう長くてまどろっこしいからパス。要は片っ端から倒せばいいんでしょ。炸裂火炎山。その通りじゃ。二人とも最後まで気を抜くでないぞ。よし、完璧だな。
っと、ここにもこんなに？ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。よし、完璧だな。